腰もね、右腰っていうのかな、ここなんて言うんだろう、右の出っ張ってる部分右の出っ張ってる部分で伝わる、右の腰みたいな場所を怪我しました。本当に悲しい、痛い、なんかもう悲しいとかじゃなくて、もう痛すぎて今はまだ痛いもん。もうなんか今日は恥ずかしいとかじゃなくて、もう痛いしかなくて、ただただあもう痛いしかなくて、もう恥ずかしいなんて気持ちじゃなかったもん今日は、っていう感じ。みんなに聞いてほしかった、痛いからちょっとみんなに聞いてほしかった。本当にね、いや今本当になんかこれだけ見たら本当にどうしたのって感じのやつ、愛が話さなくてこれを見せたらシンプルにどうしたのってなるやつ。本当にもうね、そう今はもう洗ったからあれなんだけど、もう血まみれではなかった、まみれではないけど、でも結構本当にひどくて、そうびっくりした。骨とか大丈夫そうだって。きっと大丈夫だと信じてる。愛はお風呂大丈夫だ、痛かった、もう軽くうわーって言いながら何があったんだろうレベルのうわーってなりながら、小さい声でね、そうなりながら入った。痛かった、本当に痛すぎて、もう今も痛いもん。20歳初転び、そうです、まさか転ぶなんて思ってなくて、そう本当にびっくりした、痛かった。でもお洋服は無事だったからまあいいやっていう。そうお洋服は無事なのに、なんでそのなんか守ってくれてる子たちは無事で皮膚がダメだったんだろうっていう、本当に悲しい。もうどうしようねどうしようねっていう気持ち。もっと早く治ってほしいけどさ、ちょっと舞台までに治るかなっていう、ちょっとこれ見えてたら絶対なんかみんなこの話をさ聞いてた方はわかるけどさ、聞いてない方えどうしたのってなるやつ。本当にこの話聞いてなきゃ、治るかな。でももしかしたらそうだよね、まあやれるかわかんないけど、そうね、そう本当に全てが、そう本当にピエンピエン久しぶりに言ったピエンって、何が起きたんってなるような、本当にそれほんとにもう絶対なんかさ、そう今とかは冬だからさいいけどさ、冬だからさ、どんなに眉は冬だからなんて言うんですかね、肌あんま見せない感じのを着ることも多いんですよ。そうだから冬だからちょっと助かったなっていう部分がある。これ夏だったらもうなんかもうおかしな人みたいになっちゃうからさ、そう本当にびっくりされるやつ、早く治したいと思います。ちょっと痛みに耐えます、今晩は。そう痛みに耐えて、本当に軽く鬼殺隊にそう切られてる鬼みたいな、本当そんな感じ、簡単に言えば簡単に言いすぎた、今夜あるからで、そうそんな感じ。傷を乾燥させないタイプの絆創膏あるという、だってそうなの、何そのタイプの絆創膏、そんなタイプある、あれプクプクしてきたっていうやつ伝わるかな、これ CM のやつ。本当に痛い、久しぶりに転んでこんな大怪我した、四方八方怪我したもん
四方八方怪我した、本当に嫌だ。そうだから絆創膏貼ります。眉今夜は貼らないけど明日貼ろうって思った。なんかさ早いうちに貼った方がいいのかどっちか分かんないんだよ。なんかそうそうどっちがいいんだろうね。なんかちょっと乾燥させてからそう貼った方が、でも乾燥させないタイプの方がいいって書いてる人もいたよね。どっちがいいのかよく分かんないからちょっとこの後調べよう。調べます。ありがとう聞いてくれてありがとうございました。転ぶ瞬間だけ変わってあげたい。転ぶ瞬間、転んだ後じゃなくて転ぶ瞬間、転ぶ瞬間前も自分でもいいかな。転んだ後がちょっと変わってほしいぐらいうんだね。そうそうそう、転んだ後がいいかな。転んだ後でお願いします。乾燥させない方が傷の治りが流行るし、そうなの？わ、いいこと聞いた。あ、でももう乾燥しちゃったかな。早く保湿、保湿じゃない早くはい、したいと思います。ありがとう。ありがとうございます。二十歳なんてそうそう転ぶなんて思いもしなかったよ思いもしなかったよって。最近タリーズのほうじ茶ラテにハマってます。だってあゆ、あゆほうじ茶好きだけどほうじ茶ラテ飲んだことないんだけど、前タリーズだとあれが好きなんだっけ、チョコレートのやつ、そうなんだっけ名前が出てこない、なんだっけチョコレートい、うん、なんだっけなんだっけ、あゆなんか前インスタに書いた、なんだっけなんだっけちょっと出てこない、なんだっけ、でもそうチョコのフラペチーノみたいなやつが好き。そうそうそう飲んでほしい、本当に濃厚。あとねでもタリーズのカフェラテは結構そう苦めで、そう苦いのが好きな方本当いいと思う。そうそうなんかそう甘め、甘めっていうか牛乳感強いかコーヒー感強いかで言ったらもう圧倒的コーヒー感強いって感じ。そうだからねコーヒー感強めのカフェラテ飲みたい方は行ってみてほしい、うん行ってみてほしいっていうはいですね。カフェ、カフェ行きたいな、うん、でそうカフェいいよね。なんかさそう小さい時からカフェ好き、なんだか、いや普通にご飯屋さんも好きなんだけど、そうカフェもいいよね。なんか落ち着く空間じゃないですかカフェって。なんかさご飯屋さんは結構賑やか感あるけどさ、カフェってなんて言うんだろう、しっとりしっとりしてるというか、わかるかな、でも伝わると思う多分。しっとり感、しっとり感ほんと大事。そうしっとりしてるよねカフェって、なんだろうねあのしっとり加減、いいいいよね、居心地がいい。しっとり感っていうの変だけどちょっとでもしっとりしてるよね、しっとり。そうね、そんな感じ、そんな感じっていう、そうしっとり感がいい感じ、うん、エクセルシオールカフェのメープルラテおすすめです。だってだってみんなあゆにおすすめしてくれてるのに、だってみんなっていう。メープルラテどんな、なんだろう甘いのかな、甘そう、でも名前だけならメープルラテ甘そうだよね、甘党の方良さそうね、
あんまり行かない。エクセルシオール。あんまり行かない。あんまりっていうか、本当多分全然行ったことない。1回ぐらい、20年生きてきて多分。ってぐらい行かない。基本アユは、どこかな、スタバか、ドトールかタリーズだね、基本。王道系のカフェなら。うん、ですね。王道系っていうのが、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、カフェといえばみたいな感じだと、そこかな。うん、ですね。行くのはタリーズが多いだって。タリーズ、あゆ、あゆ。でもその3つならどこが多いんだろう。あゆ、スタバかな。うん、スタバかも。その3つなら多いと思う、多分。スタバカード通るどっちかかな。そうですね。はい、そんな感じでございます。こんな感じですね。そろそろね、15分経ちますよって出てきそう。あ、15分に始めて今28分ぐらいだもんね。経っちゃいそう。何のね、じゃあどうしよう。質問大会にしようかな、ここから。そうしよう。質問何かありますか。ちょっと待って、一瞬画面見なくなります。ちょっと待ってね、少々お待ちを。少々お待ちを。ヘイヘイっていう待って待って待って、痛い、この座り方痛い。ちょっと待って、ちょっと待って。はいはい、あー、はい。クッキー全部食べ終わりましたか。だってまだです。食べ終わらなかった、結局食べ終わりませんでした。今日はいいスニーカー見つかった。だってなんかいろいろ見すぎてどれも良くなっちゃって、今また迷ってる。そう、迷いに入ってる。でもいろいろみんな教えてくれて、そう、すごいおかげで優柔不断が今いっぱい出てる。ありがとうございます。でも嬉しい。なんかそう、これもし買ったとしても次ね、これ買おうとか思え、そう、思えそう。なんかそうできる、考えられる。ありがとうございます。はい、そんな感じでランキング発表をしたいと思います。13位ピカルン、ありがとうございます。12位ヒデさん、ありがとうございます。11位チーフさん、ありがとうございます。9位、あ、うん、違う、10位、結局愛、やっぱりあゆさん、ありがとうございます。9位サンマさん、ありがとうございます。8位人生方向音痴さん、ありがとうございます。7位石井哲司さん、ありがとうございます。6位ナミーさん、ありがとうございます。5位カンさん、ありがとうございます。4位カモンさん、ありがとうございます。3位あやのさん、ありがとうございます。2位翼欲しいさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また明日もやるので見てください。ありがとうございます。バイバーイ、またねー。